はじめまして、おはようございます。ふめいです。今回も始めていきましょう。さて、なんだっけ、こっちか。やあ、ドクター・クライゴアだ。私の作ったステージは重力回転だ。その名の通り、重力を支配するゲームなのだが、まあそんなに難しく考えないでくれたまえ。遊んでみればわかるはずじゃ。ほっほっほ。私のステージは世界が回るのだ。じゃあ行ってみましょう。重力回転。重力を操るのだ。世界を回せ。はい、ドクター・クライゴアの研究所。重力コントローラーが完成したぞーい。まあ、クライゴアと言ったらダンスですよね。さてさて、こんな感じですか。こうか。こう。まあこんな感じで重力の向きを変えるってことですね。ってことは今回は素晴らしくひらめきました。今回は A ボタンは使わないのかな。ちょっとプレイしたのはだいぶ前なんで覚えてないですけどね。スロー、あ、僕。外せ。こっちか。はい、悪魔を落とせ。まあ、多分A ボタンは必要なさそうですね。だったらこっちか。こうか。なかなかに。こう来てこうか。しまった。 A ボタンを使うか。構えとかないとダメだな。こう。こっちか。まずい、まずいぞ。こうか。重力回転、なかなかに厳しい。乗れ、こわ。これクリアできるかな。こうか。まあなんとかボスステージにたどり着いたので、これを一発でいければ、なかなかにシビア。どう逆か、こっちか。あーっと、惜しいなあ。らら。難しいですね。ふう。さて、ワンモア。これはまあ普通に逆さまで、振って出せ。こうか。外せ。
おっと、あ、危ない。んと、こうしてこうか。こっちか。あっと、傾けすぎた。はい、全部つ、あ、はいはい。こうか。こう来て、あ、また A ボタンを構えていなかった。まずい、これはまずいぞ。こうこうこう。なかなかに厳しい。そろそろボスですよね。さあ来ました、リベンジマッチ。これはなかなかに厳しいぞ。あ、危ない。ふう、もうどっちに傾けていいのかわからなくなる。でもまあなんとかクリアいたしました。私と同じプレイスタイルをとっている方はみんなここで苦労するのではないでしょうか。鳥にぶつかっただけで壊れる神耐久、そして中はおまるという。ちゃんと助けてくれるあたりが優しいですよね。さてクライゴアも合流し、うむ、クリアだ。重力コントローラーの調子はどうだったかね。正直難しかったです。スキージャンプ、ジャンル、ゲームソフト、自分の傾きで助走をつけてジャンプ、 A ボタンを押した長さで飛ぶ角度が変わるぞ。さあ何メートル飛べる。これ確か後ろに傾けて助走距離伸ばせるんでしたよね。ふう、というわけでクライゴは終了。はあ、本当に苦戦しました。まあ次回はワリウォッチの本番といったところですかね。
最初にやったのは制限時間がなかったですけど、今回は制限時間付きでってところでしょう。ではここまでご視聴ありがとうございました。